レソ。見て、すごい、いろんな色とかある。そう、金沢は金箔の町としても有名なので、ぜひ一度は金箔工房に立ち寄ってみてください。タッチのバカ野郎、ゴー。もう聞こえないよ、一瞬一瞬。よし、何でしょうか。愛してる天才金。おお。このプール、あの21世紀美術館では、まあ、有名なポジションだよね。から下を覗いて写真を撮ると、この下の階にいる人がプールに入っているように見えるのかな。そういうことだよね、っていうようなことだよね。今日はなんか展覧会を下でやってるから、そこには行けないと言われました。しかも雨だからこのプールのとこまでも行けないって言われました。ああ、今日はここでは素材取れないね。ナイスタイミングだね、うちら。ナイスタイミングだね。雨風に打たれ。打たれ。21世紀には嫌われ。嫌われ。レストラン。本当だ、ご飯なんだ全部。兼六御膳だって。おお、よう考えたな。なんで？6個だから。おー、そうかい。なるほどね。兼六御膳で結構簡単じゃないか。そう。そう。だって結構誰でも思いつくでしょ。6個のどうでしょう。あれ？6個兼ね備えてるのでしょ。あれ？簡単じゃないかい。すごい今感動した。いや、ここはね、今日はあそこのプール楽しめなかったから。うん、そっか。日が経ってんだ。そう、でもそれはね、21世紀美術館が悪いんじゃないんだ。私たちの中にきっと雨女がいるんだよ。はい、やっぱりみずちゃんが金沢に近づいてくるにつれ大雨になる。絶対みずちゃんだ。